インターネットユーザーの実に 87% が YouTube を利用しており、ここには大きなビジネスチャンスが潜んでいます。詳細は説明文のリンクよりご確認ください。続いて関心2位のニュースです。沖縄県の小長知事、大使館でケネディ大使と会談、辺野古の基地建設反対を訴える。55ポイント。沖縄県の小長知事が東京のアメリカ大使館でキャロライン・ケネディ大使と非公開で会談しました。会談後に報道陣の取材に応じた小長知事は、去年の名護市長選や知事選、衆院選小選挙区でいずれも辺野古反対を掲げた候補が勝っていることなど、沖縄県の民意を伝えたと説明しています。キャロライン・ケネディ大使、具体的な回答はなかったそうなんですけれども、宮台さん、この選挙による民意を説明するというのは、これも小長知事のお考え方の一つなんでしょうね。有効な戦略だということなんですよね。でしょうね。アメリカは何せ民主主義をですね、保持するということを、国是あるいは戦争の理由に掲げてきた国ですよね、はい、であるいは過去20年間アメリカが在外の基地をどんどん減らしてきた背景にも、各、独裁政権がですね、民主化して、住民投票などがね、繰り返し行われたということが背景にあったりするんですよね、はい、でそういう意味ではアメリカとしては、その住民投票に限らず民意の表明が明確である場合に、それをですね、無視して基地を置きますというふうには言えないと、せいぜい言っているのは日本国内の問題だと、民主主義の枠の中で日本が国内で、議論してくれとっていうふうに言ってるだけなんですよね、でしかし国内といってもですね、その霞が関がどうも民主主義の本質をよく分かっていないようであるのでということでね、でもうこうなったら国内をすっ飛ばして、つまり中央政府をすっ飛ばしてね、アメリカ政府と直接交渉しましょうかっていうのがね、沖縄の、今の、小長知事の戦略で、これはもう それしか戦略がないんですね。でこれを繰り返していくということが非常に重要で、そのプロセスの延長線上にアメリカはやっぱ世論を作っていくということですよね、はい、関心2位まで。